はい、では、えー、今日の部分ですけども、えー、今日はね変数というものを見ていきます。えー、今日のポイントですすす。ね、数数字をを記憶する箱を変数と言います、まあ、実際今までもね、えー、算数数学物理とかでね変数 x とか a とか b とか出てきたと思いますが、まあ、あれと同じようなものです。で、えー、記憶する箱どこに記憶するかというとね実際はメモリに記憶します。 で計算機のメモリにね、どのように数字が格納されるかっていうのを理解してください。でまずはね、そういう、えー、計算機の内部の話ですね、計算機で扱う型っていうものをね、理解する必要があります。でえー、計算機ですね、まあ、具体的には最近一般に出てるのはね、インテルの CPU ですけども、えー、そいつらはね、1バイトが最小単位としてね、メモリを利用しています。 であのー、計算機というか、ね、情報で、ねえー、一番最小単位というと1ビットがありますよね0か1か、あのー、電源かオンかオフかで、ねえー、記憶する扱ってるよとそういうのが、あのー、パソコンの、ねえー、動作原理の一番基本になりますけどもメモリ空間としてはさすがにそれじゃあのこれなんだと情報量はあの少ないというか、ね、2通りしかありませんのでそれを8つ。 合わせたね。1バイトがだいたい最小単位になってきます。でえー、c 言語ではね。それをどのように組み合わせるか、まあ、どのように利用するかっていうのを明示する必要があります。で、それをね型と言います。で、python にはね。そういう型は、えー、なくてね、えー、変数ではなくて入力されたデータの方が持っています。ですので、プログラム上ではね。肩を明記する必要はありません。 そのデータが何の型になっているかを意識してプログラムを書かないとね、型が異なる値のやり取りを行う危険性がありますですのでまあ、やっぱりね、なんだかんだ言って型というものをね、理解しておく必要がありますのでここではね、Python では使いませんけども C 言語で使われている型を紹介して変数を使うたびにね、計算機の中でどのように扱われているかというのを意識してできるようにね、なることを目指します 1>, で1バイトが最小単位ですけども、まあえー、0か1かが、ね、8つ並んでるよとこれをどういう風に読むか扱うかこれ人間次第なんですね。で同じ1バイトでもね見方によっていろいろ変わってきます。でそれをね整数として読む方法が整数型と呼ばれる型です。 1>, で1バイトの場合でし,たら、えー、でしたらキャラクター型なんて呼ばれるねあの。これでも略してチャーなんて呼ぶことが多いんですけども、もともとはキャラクターなのでね、私あんまりチャーと呼ぶのは好きではありません。でえー、2バイトの場合でしたらショートなんて呼ばれる型になってきますで。最近のパソコンでしたらね、だいたい4バイトが標準になってて、イント型ですね。インテジャー、まあ、整数って意味がここにありますね。でまあ、これあの あのビット数にも依の8しますの,、えー、の CPU 使っている時なんかやとねイント型が1バイトとか2バイトになっちゃう場合もあったりします。でそれを明示的に区別するのがねこの,あのキャラクターですねチャートショートとあとロング4バイトみたいな感じで、えー、何バイト分でメモリ確保するかというのをね扱っています。で、えー、とこれらはね符号ありの形になってます。 ままたののでそ辺は習うと思いますで。符号なしの場合は、ね、頭にアンサインドですねサインがあの符号って意味ですのでサインが付いてないよと符号なしだよというのでね、えー、つけます1バイトの場合でしたらね、えー、0か1かが8つ並ぶということで2の8乗256通りね表すことができます でえー、計算機の世界は基本的に0からスタートすることが多いので数字で言うとね0から255までの256通りをね1バイトで扱うことができます。これ符号なしですねアンサインドの方になってきます。で、えー、とそれだとね、えー、理算的な数字というかね、あのー、整数値しか扱えません。 で小数扱うにはどうしたらいいか、これもいろんな方、あのー、扱い方がねあるんですけども、計算機でよく使われるのはね、えー、不動小数点数型と呼ばれるもので、えー、4バイト使った場合と8バイト使った場合で、まあ、フロート型とかダブル型と呼ばれるものがあります。えー、とこれの詳しい中身はね次に見ていきます。でそれ以外に、ね、文字というものがあります。えー ASCII コードなんていうのかね、えー、そういうコードが代表的ですけども、まあ、1バイト厳密に言うと7ビットなんでね1バイトにはいかないんですけども、えー、それが1文字になっているあのコードがね割り当てられているものがありますでえっ、ー、とアルファベットなんかそれで足りるんですけどね、えー、日本語漢字とかになってくるとね、えー、256通りじゃ到底扱いきれませんので、えー、2バイト使ったりね3バイト使ったり あ,ありますで。その数字をどういうふうにね文字に割り当てるかで、えー、いろんな割り当て方法があってねジ数コードシフトジ数コード EUC とかねで今のパソコンは大概 UTF ユニコードと呼ばれるやつを使ってまして UTF の8なんていう方式で保存してます、まあ、そこまで置いといてとりあえずここで文字っていう時には基本的には1バイトですさっき出てきたね整数型のキャラクターが実はまあそれに対応してまして えー、C 言語ではね1文字扱う時にはシングルコーテーションで囲むなんていう表記になってます。で1、えー、文字だけだとね、あのー、アルファベットだと A から Z までしか扱いませんけども文章をですね単語とか扱うとするとそれが組み合わさったものになっていきます。でそれを文字列と言います文字の並びですね。C 言語なんかではよくダブルコーテーションで囲みます。 Python もね、前回ハローワールド書きましたけどもあれダブルコーテーションで囲ってましたよね文字列文字がね並んでるやつを扱ったよとそういう形になってますで整数型ねさっきも説明しましたけどもメモリのビットの組み合わせをそのまま数字に変換したものです符号ありの場合はね最上位ビットを使って符の数を表現します 一番上ですね、あの見た目左があの端になるんかな、それが0だとね、プラスでね、1だったらマイナスみたいな、そんな表現です。まあ、詳しくはあの2の歩数なんていうのがね、キーワードになってきます。で、符号なしの場合でしたらね、えー、キャラクター型だと2の8乗ですね、1バイトですので、8ビット、2の8乗の256通り表現できます。 ですので、まあ、0から255の数字にねあの、数字をね、対応させることができて、アスキーコードっていう割り当てに、ね、なってきます。あ、Wikipedia さん、今ね、えー、お金内容状態ですね。で、a s <laughs> 悲しいな、まあいいや、えー。一覧表はね、あります。で、えー、0番には何を当てる、1番には何を当てるとかいうのでね、30番台なんかはね、数字があるんですが、これ、16進数の30あたりからですね。 ここら辺に載39までがね、えー、数字で40番台のところにねアルファベットが、えー、4116進数の41ですねが A になっててそこから 5A までがね Z で60番台 6A、えー、ごめんなさい1のところに小文字の A で、えー、7A のところに Z とこんな割り当てになってます。 で、7F が最後なんですね、ASCII コードとしては。これで127になってます。で、1バイトなんでね、128以降も使うことができて、昔はそこにね、日本はね、日本語を割り当ててました。で、フォントというか、画面の関係でね、ひらがなの、細かなの出せなかったので、カタカナ使ってたのでね、その辺のコードは、半角カナな,なんて呼ばれています。 で日本独自ななんででね海外では使えなかったあのメールなんかでそこを使うとね、えー、海外にメール出したら海外はこの 7, 7ビットまでしかないという前提でプログラム組んでたりしてたまに8ビット目をね別の意味に使っちゃえと空いてるから使ったらいいじゃんみたいなことやっちゃって、えー、そこのサーバーをね日本語の半角かな含んだやつが通るとね 別あのその8ビット目が存在するのであの制御コードになっちゃって変な扱いを受けちゃう文字化けしちゃうとか、ね、切れちゃうとかねそんな不都合がありました最近はもうあのユニコードになってるのでそういうところはありませんけども、えー、昔はねそんなアスキーコードを使ってたわけです今もねアスキーコード自身は使ってますで、えー、とイント型になるとね、えー、最近の計算機では4バイト確保します32ビットの計算機ですね でえー、組み込みマイコンとの、ね、8ビットの CPU 使う計算機なんかだと、えー、16ビット分ですね2バイトしか確保しないなんてことがありますですねイント型はね、えー、システムによって大きさ変わっちゃうそういうところがあります Python はどうなんかな多分あのシステムにそこは依存しないようにね固定してるはずですで、えー、小数扱うやり方ですね不動小数点数型と呼ばれるものです えー、物理の、ね、計測量の表記の時とかであの有効数字意識してこんな表記しますよね 1.23×10 の4乗これ123という数字が、ね、有効数字でね、えー、それの10の4乗だとあの小数点右に4つ動かしたのが、ね、正しい数字だよなんてありますこの場合ね、えー、1.230との違いがあるわけですねそこの最後のね3の次の桁のところが、えー 意味あるかかないかですね、あのー、その違いがねこれで表記できるようになってますけどもこんな感じの表記方法を使って小数を表そうというのが不動小数点数点型と呼ばれるものですでこれのね、えー、もう絶対これあの小数点頭のところに来てるの分かってるのでもう123って見てしまっていいんですねと、えー、4乗この2つの数字をねメモリに置いてやるとそうすると整数で記憶できます。 でこのじょうのところです、ね、これ10の4乗の4乗のところが指数部になっててフロートの場合でしたら指数部に8ビットで仮数部に、ね、24ビット符号も含むという割り当てをして表現をします。でダブルやとねメモリが倍使えますので指数部に11ビット仮数部に53ビットで表現します。 指数部を増やしたところでね10の何乗ってところが増えていくだけなので、えー、扱える値がね大きくなるとあんまりそれを大きくしてももうこんだけあれば十分なので、えー、そっち増やす必要性はねあんまりないですよりも仮数部の方がね有効数字に関係してきますのでここ増やした方がねあの精度の高い計算ができますちなみにこれパソコンの場合はね10、えー、の何乗じゃなくて2の何乗で内部的にはね扱うようになってますそうするとねあのー キりのいい数字とかがね、えー、受信数と異なってきますので、あのー、計算がねちゃんと計算できる場合とねそういう誤差含んじゃう場合ですね、えー、そういう違いがあったりするのでちょっとそこはね気をつけて使わないと、えー、10倍して10分の1したら元の数字に戻,戻るかといった時に戻らない場合とかがねあったりします。で文字ですね。 1>, 1バイトで表せる範囲に文字を対応させた文字コードが ASCII ーコードになっていますで。2バイトのは、ね、JIS コードとかシフトジス j i s とか、ね、EUC なんていうのがあります。でこれもえと日本語を扱うやつなんでね、中国語とか、ね、他の国の言葉は含まれてません。でそれらを全て、ね、扱おうとした統一コードがユニコードと呼ばれるもので3バイト使う割り当て表になっています。 でいずれも、ね、計算機の CPU が処理できるビット数以下に収まるように、ね、設計されていますので、一度に、ね、少なくとも1文字を扱うことができます。で逆に文字列は、ね、その文字が複数を連なったものなんですけども、えー、内部処理的には1、ねえー、文字ずつしか扱いません。CPU が処理できるのは、ね、そのビット数までなので、えー、文字列になっちゃうと、ね、一度に扱えなくなってしまいます。 でそうするとね、一文字の処理かける文字数分といった繰り返しの処理がね、必要になってきます。だから内部的にはね、文字と文字列でむちゃくちゃ違います。文字は普通にね、あのー、コピーとかね、代入簡単にできますけども、文字列コピーしようと思ったらね、繰り返し処理が必要になってくる。表には出てこないんですけどね、内部的にはそういうことをやってます。 で、えーと、型の扱いと一緒でね Python ではそんな文字と文字列の違いがね、表には出てこないようになっていますので、えー、どっちもね、シングルコーテーションとかダブルコーテーションでくく、えー、ってやればいいよというルールになってます。で、えー、これ2つくくる,、あのー、括るための記号がありますけどもこれはあの結構便利でね例えば文字列の中にシングルコーテーション表記したい時にはねダブルコーテーションで囲ってやれば、えー、シングルコーテーションを表現き すすることができますもちろん逆も同様ですね。で、えー、とはいえねあの、私自身は C 言語もよく使えますので、えー、Python の文字列はね、基本的にはダブルコーテーションで囲うことを、えー、やっています。ただ、他の人のね、ソース見るときにはね、シングルで囲まれている場合もね、あったりしますので、両方読めるようになっておいてください。で、ちょっと気をつけてほしいのはね、シングルコーテーションに似た記号としてね、バックコート。 バックコーテーテションっていう記号もありますか、えー、パッと見に似たようなねこのチョンってした記号ですけども、えー、シングルコーテーションと、えー、ダブルコーテーションですねそれと逆向きのコーテーションバックコーテーションっていうのがありますのでね使い分けできるようになっておいてください。